最短で売り上げにつなげる超速ステップメールシナリオということで、ウェブセミナーをやっていきます。このウェブセミナーを見ることであなたが得られるメリット、目的ですね。こちらなんですけども、ステップメールで自動的に売り上げを上げるために必要な最低限の要素を理解すること。まあ、つまりですね、このウェブセミナーをあなたが受講すれば、この受講し終わった後にはですね、ステップメールでどんなシナリオを書いていけば自動的に売り上げを上げていくことができるのか。これがわかると。 しかも最低限シンプルなポイントだけを押さえて解説していきます。講師を務めるのは 私、成島拓です。コンテンツプロデューサー、マーケティングコンサルタント、副業ストラテジストとして活動しています。そして、超速ステップメールシナリオということで、11通のステップメールで何を書けばいいのか、これを順番に解説していきます。これまでステップメールを書こうとして挫折した、何を書けばいいかわからない、途中でぐちゃぐちゃになってしまう。こんな方でもですね、このステップメールシナリオで説明した項目、これを順番に書いていくだけで、自動的に売上が上がるステップメールを書くことができるようになります。さらに、最後には、 重要なポイントについてもお伝えそもそもこのシダニオを実行するために不可欠なものがあるんですねそれが何かわかるでしょうかこの答えについても web セミナーの最後で明らかにしますこの答えさえわかればあなたはステップメールで集客して売り上げを上げていくこのダイレクトレスポンスマーケティングそしてマーケティングオートメーションの根幹にあるノウハウこれを実行することに迷いはなくなるはずですぜひこのウェブセミナーを受講してあなたも自動的に売り上げるこの魅力を体験してください